はい、どうも、プレイブレスのかなぶんです。今回ですね、増収ですね。はい、今回はですね、あれですね、ちょ、これケースは違うんですけども、水生生物、まあ、両生類の方を、増収いたしました。僕ですね、最近爬虫類とか両生類とかそういうの買ってることが多いんですけども、今回ですね、こちらちょっと水汚いで分かりにくいかもしれないですけど、アフリカツメガエルっていうあのカエルを、購入いたしました。なぜ購入したかと言いますとですね、これはもともと最近僕カエルとかそういう、まあ、両生類系にハマっておりまして、まあ、こちらにあるアマミシリケイモリとかもそうなんですけれども、なんかこういうちょっとしたクワガタとかと違うものを買ってみると、なんか一風違った感じが味わえるかなと思いまして、ちょっとこちらのアフリカツメガエルを購入してみました。まあお試しでまず1匹は購入したんですけども、まああげているものは主に、ミルワ、最近ではミルワームと、あとあれですね、アカムシと、あとあの亀の餌のあまりだとか、あと金魚の餌とかをあげております。でですね、まあ、詳しい飼育方法はまだ分かんないんで調べてやるんですけども、まあとりあえずこのまま飼育してみようと思います。でですね、こちらなんですけども、まあ、パッと見分かんないですよね。これ実はですね、まあ、ここにちょっと汚いんですけど、ジャイミルって書いてるの分かりますでしょうか。これジャイアントミルワームなんですよ。成虫が確かツヤ消し大ゴミムシ騙しだった気がしますね。はい。これですね。通常のミルワームよりも結構ね、一回りでかかったりしますけど、これまだちっちゃい方でしょうかね。ジャイアントミルワーム。よいしょ。あー、つかめないな。こんな感じですね。ちょっと気持ち悪いです。閲覧注意ですね。で、通常のミルワームですと、こっちですね。これが通常のミルワームのサイズなんですけども、まあ、これが、一般的な、餌にする方のミルワームです。よいしょ。取れるかな。なんかミルワームってスベスベして取りにくいんですよね。はい、こういう感じになって、これが通常のミルワームですね。結構でかいですよね、普通のミルワームと比べると。ちょっと今、ほんと声がすごいんですよ。もうなんか喉がガラガラですね。はい、でこのジャイミル、普通はあれですよね、餌とかそういった目的で買うと思うんですけど、僕の場合、ブリード目的です。まあ、飼育ですね。ジャイミルを飼育するって言ったらあんまりないと思うんですけど、まあ、少なからずはいると思いますけれども、まあでも、今回こちらの、ジャイアントミルワーム、松屋消し、大ゴミ虫、だましの、飼育をしたいと思います。あと、こちらの、アフリカツメガエルを飼育します。ってことで今回は、ここら辺で動画を終わりたいと思います。では、すいません。声がちょっとあれなんですけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。Twitter もポリフィムソースのカナブンでやっておりますので、どうぞご閲覧ください。では、バイバーイ。